どうもこんにちは、マサです。どうも、今回もこいつ欲しいな。めちゃくやこいつ、シュラ。あ、こいつな、こいつかっこいい。やりやん、これ絶対狙おう。これやりか。いや俺あいつ、いや俺でもその前に出たちょっとね、黒騎士みたいなやつがいるんですよ。赤髪の黒騎士じゃないやん、別に。いやでもかっこええやつがいるんですよね。こいつ盛るな。いやええやん、別に黒騎士じゃないやん、全然もう別に。とりあえずね、森氏、これ演出が全然わかんないんですけど、これダブルセーバーみたいな増えてへん。え、武器こんなもんなかったやろ。だがツインダガーやん。ツインダガーみたいな増えとるやん。でもこいつ全然欲しくないよ俺。弓？いやこれ遠距離もだけ強いよな。もうとりあえずこの演出があんま分かんないんで、もう行こうぜ。とりあえずもう行きますね。行った瞬間終わりでも、行った瞬間バーンで行くわ。はいで、はいでさ、行ってまでほんま。そうかそうか。モモズみたいにシュッとないでな。これなんもなんもないやろ、その音とか。いや分からんです。タレあるんだ。行ったら追いすぎて行くわ。嘘やろ。え、タレなーりゃーてーきうわーちょい、あかん。え、ない、え、出た。俺星4ちゃん。え、うわさっき見たやつやん。うわ誰やでもこれ。これ弓矢やん。弓矢やん。弓使いやん。いや、すごいんやな、これ。いや、いや、いや、こいつめっちゃ強いかもしれない。わからんね。スキル。誰やん、これ。スキル見よう。ピレスタか。スキルで、後で、また、もう一回引いて。やば。やばいやろ。元が強いもん、能力、明らかに。いや、強いやろ、これ。星4やもん、だって。お調子ピエロ、ピレスタ。こいつ、女やんな。それ女やん。女っすね。男が欲しかったな。男は黙って。金が食べないな。来い金、え、もうやあ、こっちも弱さ、赤は俺覚えとわ。うーわ、もう弱さ、滲み出たわよ。やばいやろ、これ。これめっちゃ弱いやつ。2か。ほら、もう名前ついてんやん、これ。黒騎士やん、これ。黒騎士やん。いや、鋼兵士やん、これ。狙っとったやつすか。うん、黒騎士狙っとったやつ。強いやろ。狙い通り。傲慢なる感覚やで。狙い通り。パーティー。パーティーのキャラのスキル見よう。まあ、でも星4が。星4でも弱いやつと強いやつおるらしいからな。うそ。前でもおったじゃん、弱いやつ。まあ、弱いやつでも最低限強い。輝く星4。こいつも抜くってこんな。これやろ、絶対。もうええよ、これどっちでもやろ、こんな。弓やろ。これが。ちょっと。え？え、スキルなし？どういうことこれ？え？え、スキルないこいつ。なんでなさっき書いてんかったんだよ、なんかスキルって。え、なくないでも。あれやん。ああ。うわ、うわ。使いに行く。え？リーダースキル。SP29。あーちゃんの当たり前じゃ、ちわ。え？あ、でもあれやん。このスキルは覚えていくから、これ後で確か。でも、リーダースキルは多分使いにくいやつやな、これ多分。テクニカルタイプ。絶対出て、アーチャーで組まへんかったらリーダー意味ないもんな。コスト9。はぁ。まあ、サブとして使う感じなんじゃないの、これ多分。ちょっと、装備。わからんけど。コンボレベル上げとこう。こんなん。は？まあ、ええわ。何これ。こんなんあるやん。なんかもうやばそうやもんな、これ。やり込みとか。まあ、とりあえずでも星4は多分だいぶ強いと思うんで、で一回も出たことなかったからパーティー変更されてます。いえ、オッケー。まあ一応全員入りましたね。まあまあまあ、ちょっと僕的には弓はあれだったんですけど、一応まあ星4っていうね、最高ランクのキャラ引けたんでね、まあこれを頑張って使っていこうかなと思います。まあ、課金した時には俺じゃあ武器、俺の記憶に弓より杖の方が強いって聞くな。杖回復できるから。弓はちょっと俺もあんまり強いイメージがないもん、アーチャー系って。当時は魔法使いがめっちゃ強かったから。まあでも、エンチはもう、星4やから。まあいいやん。ほら、これ。強いやん。またこれで武器取れたら強くなるんじゃん、また。まあ強くなると思うんで、また次武器解除とか引いたりとかしてみたいなと。はい、終わろう。思います。というわけで星4、ゲットだぜ。今回はこれで終わります。ありがとうございました。